Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomo です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は Merry Christmas to you ということでですね、2023年も、早クリスマスの時期がやってまいりました。あなたはいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、こうギターを片手に、話をしているんですけれども、あなたに1曲ですね、お届けしたい曲がありますので、その曲を、お届けしたいと思います。そしてまたクリスマスに関するね、少しエピソードもお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。クリスマスといえばですね、サンタクロースとか、プレゼント交換とかね、いろんなこういいことがあると思います。そしてあなたも、子供の頃だったりとか、お父さんお母さんからですね、プレゼントもらったりとかして、ワイワイしながらね、こうラッピングをねこう開けて、なんか何かなってこうワクワクドキドキしながらね、そんな時間もあった人も多いんじゃないかなって思うんですよね。で自分もね、子供の頃はそうでした。子供の頃ね、この靴下がね、こう昔でいうコンビニセブンイレブンとかね、こうよく売ってたんですけれども、靴下はねこうあって、その中にこうキャンディーとかおもちゃとかいろんなその子供が喜ぶものをね、父親がこう買ってくれて、で家に持ってきてね、それをこうクリスマスツリー、ちっちゃいねクリスマスツリーのね下にこう置いてくれて、いつも開けていたのを覚えてますね、喜びながらですね、はい。あなたはどんなそのクリスマスの思い出がありますかね。でクリスマスといえばそういうふうにサンタクロースとか、あるいはねこうプレゼント交換とかそういったことをねこう思い起こすことが多いと思うんですけれども、実は、ご存知かもしれませんが、クリスマスというのは本当はイエス・キリストのですね、生誕をこうお祝いするようなそんな日なんですよね。なので今日はそのクリスマスの、本当の意味をね、称えるための歌、Silent Night, Holy Night、清しこの夜、この歌ね、僕が、保育園ぐらいの頃からですね、ずっとこう歌っていて、で覚えてる曲なんで、小学校とか中学校とかでもですね、こう歌って、学校の教育の中でですね、歌っている人も多いんじゃないかなって思うんですけれども、Silent Night, Holy Night、清しこの夜、はい、お聴きください。Merry Christmas to you ということで、あなたとそしてまたあなたの大切な、ご家族、友人、大切な人たちとの上にですね、神様の豊かな愛と恵みが、あふれんばかりに、あらんことを、お祈りしながら、このクリスマスの、ソングですね、はい、のお届けさせていただきました。この動画ぜひ気に入っていただけたらですね、高評価よろしくお願いします。そして登録まだの方はですね、こんな歌を弾いたりとかね、ギターを弾いたりとかね、歌を歌ったりとか、たまに、そしてまた知恵とか勇気がねこう少しでもこう湧いて前に進めたりとか、自分をこう受け入れられたりとかするようなね動画を出しておりますので、もし登録まだの方はよろしければ登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。
Thank you so much, guys, for watching. See you next time. May God bless you, your family, and your friends.